地球温暖化を防ぐさまざまな取り組みがなされる中、トラックのアイドリングをできるだけなくそうと新たな技術が実用化されました。運転手が冷暖房をつけて休憩などをする際、エンジンをかけずに済むように電源を外部から取るシステムの運用が今日から開始されました。あまり見慣れないこちらのスタンド、このスタンドの役割は何かと言いますと、トラックに電気を送るものなんです。これは東京電力と日野自動車が開発したシステムで、給電スタンドとトラックをケーブルでつないで電気を供給し、これを電源に車内で冷暖房が使えるものです。エンジンをかけないと今カーヤクも使えないという状態なんですね。でトラックの場合ですと非常に大きなエンジンがついてますので、まあ、そのエンジンで実際にその運転室の冷暖房をするのはかなり、もったいない話かなと。おそらく電力でやった方が非常に効率的だということで、今回この、企画を考えたわけです。東京電力ではこのシステムの導入でアイドリングが減り、大型トラック1台あたり年間およそ6トンの二酸化炭素の排出を抑えることができるとしています。一方、運送業者にもコスト面の利点があるといいます。大型トラックが、アイドリングしておりますと1時間につき150円ほどのコストがかかっております。今回このシステムを導入することによってそのコストが、約半分に、節減できますので、そういう意味でも導入のメリットがあると思いまして導入しております。この給電スタンドはトラックの運転手の休憩所となるトラックステーション7カ所に50基設置されていて、今後ガソリンスタンドや高速道路のサービスエリアなどにも設置していきたいとしています。